半前は先生です、今回は5分バイナリーオプションの紹介です。インジケーターの紹介です。7通貨ありますね。ハイアンドロー社だね、他社でも対応ですね。でですね、これはまあ、5って書いてるんだけど、シグナル出てから5サイクル、5ラインですね。で、判定いたします。で、これが分析が出たやつですね。これだと稼げます。勝率が 1% ね。実質は 83.3% と、で取引数12個って出てます。で、これをね、ここですね。ここにシグナルが出て、で、ここで決算。5分後ね、多く買ってますね。でその前は、ちょっと見えないな。あ、ありますね。ここですね、左ね。これも買ってますね。ここね。ということで、半前岩先生のね、インジケーター。これは5分バイナリーオプションですね。すぐというやつですね、これね。平均ピープスが、このシグナルからここの間ね、平均 83.3%、9.2 ピープスになってます。取引数は1週間、ここに書いてますけど、7日間でやってます。この辺は1ヶ月でやることもあります。で、71.0 評価勝率ですね。で、実質の勝率が 83.3% になってます。で、評価勝率で見てます。分析してます。これ、この設定でね、合うのを、上に導いています。これ休みね。朝ですね。朝4時から9時まで。これは5分足のバイナリーオプションのインジケーターですね。販売です。で、7通貨見てますけど、他で稼げるのはまだ出てませんね。勝率のいいのは出てません。勝率のいいのは出てませんね。ということですよね。あ、この出てるんで、これだけね、投資すればいいですけどね。1週間に最大で12個ですから、この半分ぐらい、6個ぐらいしか出ないと思いますね、このシグナルだけだとね。週にね。ということでした。